さあやっていきましょう。 YouTube サムネイルの作り方ということでね、多分この動画を開いてくれたのは、YouTube に動画を上げるけれどもいいサムネイルが作れないというか、サムネイルにこだわるのなかなかちょっと難しいなと思っている、ちょっとねハードル高いと思っている人がこの動画を開いてくれていると思います。喋りはですねアザラシってやつがやってます。まあ、ここはあまり気にしないでもらっていいです。大丈夫です。まあ、使ってるのはね、ギンプってソフトを使ってます。ギンプっていうのは無料のソフトでですね、フォトショップの介護官なんて言われてるソフトですね。パソコンを使わないと使えないので、まあ、パソコンが使える環境の人ができることかなと思いますけど、まあ、動画をね、スマホ1本、スマホだけで上げるって人もそうはいないと思うのでね。動画の編集をする、編集をしている片手間にサムネも作ってあげるということで、サムネ結構大事です。はい。動画を開く前に、まあ、まず第一に、ファーストインプレッションでサムネを見て、この動画を開くか開かないかを決めるっていうところがあるので、まあ、大事です。何もしないっていうのも、まあ、ありかなとは思うんですけど、まあ、もうどんどんね、力のある人が YouTube に参戦していく中で、サムネの一つもね、作り方知っとかないと、まあ、埋没していくんじゃないかなってことを思うので、自分なりですけどもこういう風なやり方があるということを教えて、なおかつ無料でできるので誰でも作れる。やり方自体もねそんな難しいもんじゃないんでね、ぜひついていってくれればいいんじゃないかなと思いますね。でですね、自分が使っているギンプなんですけども、このギンプ、ギンプ 2.8.22 というバージョンのやつを使ってます。まあ古い方のやつですね。最新のやつは3点台なんでちょっと古いんですけど、まあ日本語ローカライズがうまくいってるっていうのと、ちょっとまあこの辺のツールがね昔馴染みのやつなんでこれを使ってるって感じなんで、まあ、最新のやつを入れてもらってもいいですし、最新のやつでちょっとうまくいかなかったら、落としバージョンを落として使っていただければいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあまずサムネイルのサイズの方から押さえていきましょう。あまりね普段生活していてサムネイルがどれぐらいの大きさの画像でどういう比率で使えているのかっていうのはあんまりね意識しないとは思うんです。ですけど決まってます。実は紐サイズもねで決まってるっていうか、まあ、大まかにこういうのにしてくださいねっていうものを YouTube の方で指定してくれています。解像度は 1280×720 で、まあファイルの形式は JPEG か GIF か GMP か PNG、 まあ普通に生活してたらまあ JPEG とか PNG に触れるかな。この画像の形式拡張子はこれでということで、サイズは 2MB 以下で、アスペクト比なんですけど16対9を使用するということになっております。16対9っていうのが大事で、ぶっちゃけこの 1280×720 っていうのにするというよりも16対9のサイズに収めるってことが大事で、もしもこれにしなかった場合どうなるかっていうと、こういう風になります。サムネイルがね切れちゃうんですね。これ4対3の、まあ昔のテレビの大きさだから4対3で上げてるんですけど、自分の動画ですね、ほらここがですね黒くなって抜けちゃうんですね。ちょっと見栄えが悪いと。こういうのはサムネを設定してますけども、こういう風な感じでサムネイルによってはのサイズによってはこういう風に黒いように出ちゃうと。結構出ちゃう。これ昔のテレビのブラウン管のやつのイメージは4対3、写真とかも4対3ですね、普通に撮ってね。それをそのままこの YouTube で上げるとこういうことになっちゃうということなんで、まあサムネの日を変えるだけでもかなり映えるようになるんじゃないかなと思います。じゃあまずその16対9をどうやって作っていくのかってことですね。サムネのサイズが横は1280ピクセル、縦のサイズは720ピクセルで、アスペクト比は16対9っていうのが分かったと思います。じゃあ16対9にこの画像をしようと思った時に、これをねこれ全体を16対9のサイズにしようと思った時にどうすればいいのかっていうと、まあ画像のキャンパスサイズを変更っていうやり方もあるんですけど、これだと分かりにくいよね。ここをエラーやってここを計算してで、デジタル電卓で打って16で割って9をかけて高さを出すみたいなやり方はなくはないんでしょうけど、ちょっと時間かかるっていうか、まあ多分それは正攻法じゃない。やり方はここのツールボックスにあるこのデザインナイフみたいなボタンを押しまして、こういう風にするんですけど、この段階だとこういう風にするとね、こういう風にするとすればここが消えちゃう、こういう風なものなんですけども、こういう風にその任意の場所をカットするツールなんですけども、こちらのここの
ボックスに16対9と実際キーボードで打ち込みます。打ち込みまして、これセミコロンじゃない、セミコロンですね、対をちゃんと打ちましょう、コロンです。16対9と打って値を固定のところにチェックを入れます。すると、あの常に16対9の大きさの四角形が作れます。これでカットしていくんですけど、これでもね16対9ってサイズ実際扱ってみると分かるけど、だいぶ横が長いです。これで全然全然上の幅に合わせた下が入ってこないんで、ちょっと位置を変えましょう。下げます。 YouTube のサムネの作り方を下げまして、でこうしてこうしてこうですね、さっきと同じようにしてこうすれば、まあそれでもまだまあこんなもんかなって言って、はい、こういう風な感じでサムネイルのサイズを16対9にすることができました。じゃあ一旦初めからサムネイルを作るまでの流れをね追って見せていこうかなと思います。これ自分が撮ってる動画なんで、これをまずスクリーンショットを撮ります。スクリーンショットというか、まあこの画面を保存します。正常に保存されました、出てますね。でこれで開きます。一旦開きます。ピクチャーサムネイル、これだね、こうやって開きますね。はい、このままだとこの画像は4対3なので、全然 YouTube に上げると、横に黒い幅ができてしまいます。今16対9に設定したから、このまま16対9で、そうですね、こういう風な感じで下を切れたら、堀田博選手が帰ってきたっていうシーンですね。文章、嫌う人はいるとは思うんですけど、これだけだとね、まあもちろんすごいインパクトのある一枚の動画の中に一枚のインパクトのある瞬間があるなら、それをサムネにするのはベストだとは思うけど、まあこういう風なね、4対3で撮ってるゲームとかの場合は、そのままのところを上げるとどうやったって横のところ黒出ちゃうし、ならいっそサムネ作っちゃおうという風な感じで作っていきます。もうかっこ悪いけどね、文字ベタベタ貼ってるのもかっこ悪いけど、でも見た人が一目で分かるっていうのも大事かなと思ったりするので、作っていきましょう。文章を打っていきましょう。堀田博凱旋と、凱旋じゃないか、帰国かな、こういう風な感じで適当に打ちます。まあね、別にここら辺はギンプじゃなくてもいいのかなと思うけど、まあ、ギンプにはギンプなりの良さがあって、他の画像編集ソフト使うと、まあこうやって文字の縁取りとかどうやってやるのかなってみんな普通思いますわね。でもギンプだったらそこ非常に楽なので、ぜひ皆さん覚えてほしいなと思います。黒ですね、これ現在 G 黒です。これ黒を、まあ、好きな色に変えていきましょうか。青色の背景なので、青の反対の色、補色の関係を考えたら、青、緑か、緑の反対なので紫、この色ですね。紫色にしましょう。これが目立つので、紫色のにして、なってないな。ほいですね。こうですね。紫にしました。一旦この文字を、選択します。選択して、レイヤーを一つ作って、でこの紫の外側に選択領域を拡大します。4マスほどで、ここにそうですね、黒とかできますね。まあ、一般的なのはここが白、外側が色がついてて、その外側がさらに色がついてるって感じかな。ちょっとやってみましょう。枠を囲って、そのさらに外に枠を覆うって感じかな。3ぐらいで、ここのところを白でやってこうします。ピシッと、分かりにくい、実に分かりにくい。この文字を一旦白にしますか。ほいということでね、はい、こういう感じで中が白地で、その外側を一旦色で塗って囲って、さらにその外側を白で囲うということで、こういうふうな形が取れるようになるわけですね。結構他にもやり方が、バリエーションが多いっていうのは、ギンプのいいところはこういうところで、例えば文字のところ、今白にしてますけど、ここをグラデーションにすることができたりします。
例えばこの金っぽいようにしたかったら、この上からこういうふうにするね。非常に簡単でしょ。箱5を選択範囲で覆っといて、その部分だけにレイヤーを適レイヤーじゃないグラデーションを適用すると、こういうふうなことをして簡単にできます。はい、というふうな感じにして中の色を変えたり、ここのところ例えばここの紫ちょっと位置変えてみたいなとかって思ったりしたら、こことここの部分をこういうふうにして、こういうふうに浮かす方向はちょっと違ったね、こういうふうにしてちょっと浮かせるような感じにするとか、まあ自由自在ですね。ギンプを使うのといいことは、自分でやろうと思ったことが、まあ、想像してできるようになればいくらでもできるので、文字の編集加工なんかも簡単にできるようになると思います。で、文字自体も増やすことができるので、ここのところね、ここのところ文字自体を増やすことができるので、ぜひね、もうちょっとギンプ詳しくなったら試してみたいんじゃないかなとは思いますね。はい、で、ここ一つまずは5合体させてみましょう。ベシェベシェベシェとね、で、こういう感じで、ちょっとあれかな、もうちょっと目立たしたいかなと思ったら、これを回転させます。回転させたり大きくさせたりできますね。これぐらいはお茶の子さいさいに皆さんなっていただければいいんじゃないかなと思います。で、他にもうちょっとテクニックを見せていきましょう。フィルターを使うんですけども、例えば集中線が欲しいっていう時ありますね。ここを目立たせるために集中線が欲しい、そういう時はこのギンプの下塗りっていうところから集中線っていうところを押してもらって、こういう風にすればベベ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 ベッと、紫だなこれ、紫だな、はい、集中線が出すこともできます。今色がねちょっと紫になっちゃったんで、紫っていうかパッションピンクかな、なっちゃってもちょっとあれですけど、色変えますか。はい、でこれをこの顔だけに目立たしたい、そうなった時これをこういう風に移動させます。移動させます。でもこの辺が欠けてるじゃないか、それでちょっと大きくしましょう。で OK ですね。もうちょっと下かな、こうしますね。これだけだとちょっとね濃すぎるってなったら、ここの辺、ここのスクリーンじゃない、レイヤーのモードを変えてもらって、レイヤーの属性を変えてもらって、例えばこうビリュートだし、こういう風にすればバンとね、顔に注目が集まるようになったんじゃないかな。これにこうやって乗っけると、これを上にレイヤーの上に持ってくる、堀田博司帰国と、これがいいかな、これがいいかな、よしとね。で他にもう一つギンプ、他にも能力があります。モザイクもかけることができます。よくねモザイク使いたいなって思うことある。例えばサムネイルで街の中を歩いてる自分の絵とかを使おうと思った時に、後ろの通行の人たちにモザイクかけたいなってなったら、じゃあどうするか、ギンプを使ってモザイクをかければいいんです。ぼかしというところにモザイク処理っていうのがあります。これは、モザイクをかけたい部分を選択して、そしてここに、モザイクを処理を施す。でこのモザイクのかけ方もちょっとぼやかして分かるぐらいにモザイクかけるということもできます。でモザイクかける、もうちょっとかけてよかったな、もうちょっとかけてよかったな、もうちょっとモザイクかけましょう、など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 ね。ギンプできることはこう、画像編集にかけてはフォトショップの介護官と言われるだけあって、フォトショップにできることの大体はできます。ちょっとね質が低下するんですけど、できちゃうんで、自分の想像力次第でいくらでもできることが増えるんじゃないかなと思います。こうやってサムネ、はい、まあ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 、まあ、ちゃんとしたサムネになった、ちゃんとした方のサムネが作れたんじゃないでしょうか。でこれを、一旦保存しますね。ファイル、あれ、あ、名前をつけてエクスポートね。名前をつけてエクスポートします。で、JPEG になってますね。形式がね。まあ、ping でもいいんですけど、まあ、拡張子はここで選べるんで、まあ、ping だろうが、JPEG だろうが、選んでもらって、で、このまま保存ですね。エクスポート。で、
上書きしますけどよろしいですかって出るんですけども、そうですね、デスクトップの方をしますかということで、これであのね品質を選べるんですけど、まあ90あれば十分でしょう。あんまり重いとねまた言われるんでね、これかな、はい、こういうことですね。サムネできました、こういうことです。はい、じゃあまあここまで見ていただいてどうだったでしょうかね。全然難しいことやってねえじゃねえかって思うかもしれないけど、まあ実際難しいことやってません。難しいことやってないっていう風な印象をね持っていただければそれで十分かなと思います。誰でもね簡単にサムネを作れるものなので、はい、動画をいい面白い、せっかく面白い動画を撮っても見てもらえなければ意味ないのでね、あのぜひともいいサムネを作って人を呼び込んでいただければいいんじゃないかなと思います。まあその第1番目ファーストステップにギンプを入れるっていう作業をねぜひやっていただきたい、うん、まあたくさん画像編集ソフトはありますけどね、あの Google の初代のロゴがギンプで作られたと言われています。それぐらいね、まあ格式の高いというよりはあの レガシー的なトラディショナルな伝統的なソフトなのでね、これを元にギンプに触れていただくのもいいんじゃないかなと思います。それではまあ皆さんまた別の動画でお会いすることもあるでしょう。ほなまた。